こんにちは、ジギです。タケです。お願いします。お願いします。はい、ということで本日なんですけれども、おかげさまでですね、ここでね、ホワイトボードでやった、教授企画。プロフェッサー G 企画がですね、はい、なんと、かなり調子が良くてですね、コメントがめちゃくちゃ来るというような感じだったりとか、本当に嬉しい限りですね、めちゃくちゃ再生回数が伸びている状況でございます。まあ、とはいえね、4000回前後というような形なので、まあ、僕らからしたら、まあ、伸びている動画かなっていうような感じなので、まだ見てない方は、ね、ぜひチェックしていただけたらなと思います、ということでございまして、はい、まあ、その、ホワイトボードを使ったね、僕が大胆予想したっていうような企画を動画でお話ししたんですけれども、やっぱり普通の靴がいいよねっていう、まあ、いわゆる普通の靴っていうのはレアな靴だったりとか、めちゃくちゃ人気があって争奪戦の靴っていうよりかは、もう普通に買えるような靴でもちゃんとおしゃれにも決まるし、もう別にそこにスニーカーしたような強めの靴を持ってくるよりかは、今は普通のやつがいいよねっていう話もちょっとしたということでですね、じゃあそんな中で2023年1月現在、今こういう風な僕らが喋ってるものに当てはまる靴はじゃあ今何かということで、今回の企画が誕生したということでございまして、ちょっと前置きが長くなりましたけれども、今回の企画はですね、2023年1月現在お手頃に買えるスニーカー特集ということで、はい、やっていきたいなと思います。お願いします。はい、でまあ僕はね、やっぱナイキが好きで、結構ナイキのサイトとかも一応拝見してたりするんですけども、タクヤでね、アディダスであったりとかニューバランスとかを見てると思うので、それぞれね、ちょっとまあ得意分野って言い方で合ってるかわかりませんが、僕はナイキの方でちょっと見ていきながら、でタクヤで好きなメーカーの方を見ていきながら、こういうのがいいよね、しかもこのぐらい安くなってるんだみたいな、そういう風な形でですね、皆様に情報の共有なんてできたらななんて思っております。プロフェッサー T の発動ですね。プロフェッサー T ですからね、はい、今日はね出していきたいと思います、ね、そうですか、教授チャンネルということで、教授チャンネル今買うべきスニーカー。そうだね、やっぱりね、お得に買うっていうところは、まあ、皆まで言わないですけども、今はすごく注目されてるんじゃないかな、ということでございましてですね。そうですね。はい。お得にいい靴を買いたいっていう。まあ、僕らは発信者でもありますけども、やっぱりこう、一消費者、一コンシューマーっていうのもありますから、そういうふうな形でですね、僕らが今、これいいんじゃないか、あれいいんじゃないかっていうのも、まあ、ちょっと雑談、レベルになるとは思うんですけれども、この動画に残してですね、コメントとかで、まあ、やり取りできるような形になればいいかななんて思っているというような状況でございますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい。じゃあ早速ね、まあ、ナイキから行ってみましょうよ。お願いします。はい。じゃあナイキから行ってみましょう。レッツゴー。レッツゴー。はい。ということでですね、はい、早速見ていきたいなと思います。ちょっと画面収録になっているのでですね、まあ、皆さんとね、こういうふうな形で共有できたらなと思っているということでございますけども、やっぱりこう、最初のページというか、バナーを見ると、駅伝の靴がこう見えますけども。正月って感じしますね。正月って感じしますね。はい。まあ、ここからね、ちょっと見ていきましょうと。はい。クリアランスセール。ポチッとな。では、早速こういうふうな形で、メンズクリアランスセール。まあ、548点、今、セール価格になっているっていうような感じで、一応ね、メンズの方にチェック入れてるので、まあ、レディースであったりとかはちょっと入ってないので、あらかじめご了承ください。入ってみましょう。あれこれ。あれ紹介しましたね。あれセールの。まあ。あとはまあ、エアフォースワンもね、セール価格になってるんですね。まあでも言ってそんなに安くはなってないですね。確かに。ちょっと、まあでも、ビビたるものだとしても、セールっていうこと自体はありがたいですからね。こういうのとか人気ないのかな、人気そうですけど、だってジョーダン1のローって人気なんじゃない？ジョーダン1のローは、ジョーダン1のあのハイとかが値段すごい上がったんですよね。2万円乗っかったりとかして、定価が、だからローって安いじゃないですか、こうやって見ると。あ、まあそうだね。だからロー売れてたっていうのは聞いたことありますけど。あ、価格帯自体が上がったから比較的安めのローを選ぶ傾向になったってこと？そうなんです。もともとあったオリジナルカラーじゃなくてもローだったりとか、こういうのがジョーダン売れてったっていう印象ありましたけど。なるほどなるほど。まあ、1年前とかそんな感じ。あ、まあ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 、時代は変わってるということで。はい、時代変わってます。八村塁安いっすね。これ定価いくらぐらいだの？8なんで2万5、6000円とかじゃないですか。でもサイズはね、レディースっていうかちっちゃいサイズしかないかな。まあまあそういうもんだよね。こういうのとこいいじゃん、使いやすそうで。普通に7000円で、あ、 S、 M、 まあサイズによってって感じかな。相場上がったりやで、こんなスウェット、こんな金額出されたら。あ、これまた違うのか。これ左 の、 あのリブの上あたりに数色入ってるのか。でもサイズないっすね。でかー、 XL から 3X しかないっぽいよ。あれこれ
なんか似てるもん似てます、ね、モテスウェットあれ天下のナイキはついに私のブランド意識し始めた。絶対ないから。絶対ない。絶対ない、それは。絶対ないから。いや、いつも以上に突っ込み早かった。ちょっと悲しいよ、それは。すごい。あ、いいです。あ、こういうのもね、安くなっているということで。でも、セール価格で1万6000円ぐらいか。強気ですよね。ちょっと強気やな。まあでもね、お手頃に買えるならいいけどね。おー。おーなほね。スウェパンもね、でもね、このスウェットパンツも1万円ぐらい買えるならめちゃくちゃいいけど、でも、細いなちょいと細いね。そうですね。うん、あれさ、さっきのやつ出てきました。お、なんだ？え、ちょっと待って、ちょっと待って。カウズあるんですね。カウズあんの今。ちょっと見てみましょうか。え、そして、まあまあ、サイズあるんですか？まあまああるね。あ、まあまああるね。1万4000円ぐらい ?1 万3500円ぐらい。意外とね。堺カウズだったり、ね、いやいや、堺カウズなんて余ることある？そんなことある？何が売れるん？いや、本当にこうやって見ると確かに確かに。あ、これとかもいいですね。ちょっと試着してみたい。あ、 S しかないか。まあでもそんなもんよ、セールなんて。自分のサイズが合えばね、買った方がいいかなと思いますけど、やっぱり早いですから、チェックで。そんな中でね、僕がこれいいなって思ったのがあって、はい、これもまずそのうちの一つですね。ナイキのローケート ACGはい、これね、いいんですよ。何がいいっていうと、ローケートでですね、セールの今の中にはなかったんですけど、このカラーがすげえ好きで欲しいなと思ってたんですけど、やっぱり人気でなくなってたっていう、これ。白に緑。白緑みたいな。好きそうですね。でしょ？これがね、結構いいカラーだなと思ってたんですけど、今回のこのセールの対象にはなってないし、多分もう売り切れてんじゃないかなっていうところ。ローケート自体すごいいいなと思ってるから、僕は。次元さん似合いそうですね。うん、1万1000円か。ぐらいで買えるということでね、チェックしたいななんて思ってるんですけど、そんな中で、はい、僕がね、ちょっとえ、これセールになってんだって思ったやつがこちら、エアリフトということで。ただね、これウィメンズのシューズになってるから、なんかウィメンズチェック入れてなかったのにウィメンズが引っかかってたんですけども、26まで一応あると。23、24、26現時点ですよ。ですからこれ7000円で買えるってめちゃくちゃ熱ない？オールブラックね。オールブラックで、信頼のオールブラック。そう、いや、これもしサイズが合う方、まあもちろんウィメンズシューズってくくりなので、もしかしたらちょっと気持ちちっちゃいかもしれないですけど、エアリフトって俺もハーフサイズぐらい下げた気がするんだよな。だから履けるんじゃないですか。多分履ける気がする。26センチでウィメンズのシューズというふうなカテゴリーですけど、リフトいいっすね。これいいよね。まあもちろん今はめちゃくちゃ寒いからちょっと出番はこのタイミングじゃないかもしれないけど、夏とかさにちょっとまで眠らせといてやってもいいんじゃねえかなと思いますけどね。まあこのね、チャンネル自体は女性の方ほぼ見てないんで悲しいんですけども、まあまあでもそれこそ誕生日プレゼントだったりとかね、女性に送るギフトとしては僕はこれめちゃくちゃいいんじゃないかなと思いましたね。オールブラックってのがやっぱまたいいですね。うん、いいね。あ、こういうのもいいね。コート、サッカー、あの、コーチのね、コーチが着てるジャケット、そうそうそう、ロングボアジャケットみたいなさ、これめっちゃいいよ。ジケさん、これめっちゃいいよ。ナイキの見てたんですけど、ジケさん、いいやんっていうのを、結構アパレルなんですよ。あ、本当？靴の着方ちゃうんだ。すいません。7割アパレル見てましたけど。そうだね。そんな感じです。はい、ナイキは。まあ、多分、ナイキだけじゃなくても、その日その日というか、アップデートは随時されていくと思うので、まあ、やっぱり、クリアランスセールであったりとか、そういうお手頃にゲットできるものとかは、随時チェックしてみるのはいいんじゃないかなと思いますね。まあ、とりあえずナイキはこのぐらいにしておきましょうか。わかりました。はい。じゃあ、次、タクヤ、プロフェッサー T がお送りする、はい、お手頃にゲットできるスニーカー、ちょっと教えてもらっていいですか。はい。じゃあ、まず、ニューバランスからいきましょうか。ニューバランスからいきますか。はい、ニューバランスいっちゃいましょう。レッツゴー。ニューバランスのオンラインのサイトの方を開いてるんですが、はいはい、ニューバランスのオンラインは今会員登録すれば 30% オフで対象のシューズ買えますよみたいな。あ、そうなんや。ニューバランスって元々の金額が高いんで 30% ってなると結構でかいんですよね。いや、まあ確かにね。 だから2万5000円とかだったら約7500円ぐらい安くなる。めちゃくちゃすごいよ。結構でかいですね。なのですが、はいはいはい、まあ、その元々高い USA モデル、UK モデルっていうのはちょっと省いていこうかなと。省いていく、はいはいはい、やっぱお手頃に買いたいじゃないですか、うん、まあそうだね。僕はもう今アジア製のモデルがやっぱり好きでして、うん、USA のモデルももちろんいいんですが金額高いので、はい、一回このライフスタイル見ましょう、はい、
ライフスタイル、うん、はい、行きました。ライフスタイルですね。ほら、おお、いいじゃないですか。いきなりほら M2002R、 2002R は聞いたことあるな。まあ、まあ、人気どこ、人気どこやな、ね、うん、ちょっと一回開いていいですか。はいはいはい。1万1000で買えるんや。安いんすよ。サイズも残ってますし、ね。あ、残ってるね。いいね、いいね。まあ、マルーンカラーでまとめ上げられた感じで。へぇー。2200円。へぇーじゃね。皆さんに共有しようとしてる動画に、へぇーじゃね。違うからちょっと見せて。あ、これはセールになってないと。あー、なるほど、なるほど、なるほど。その、ものによってはセール対象じゃないものもある。カラーで、やっぱセール金が変わったりとかするんですね。真ん中のやつもちょっと見せて。白かな、これ。あ、これ、あ、でもこれもいい色だね。もういい色っすけど、まあ、やっぱセールにはなってないですね。まあ、セール対象外というか。まあ、もともとの定価がこれやとして、うん、まあ、安くなってるじゃないですか、30% オフで。本当になんか入門編じゃないけどさ、俺みたくニューバランス入ってきてない人が、ニューバランス履きたいなっていう感じであれば、1万2000円切ってるってめちゃくちゃでかいよね。いや、めちゃくちゃでかいっす。うん、で、もともとその 2002R って USA メイドで出てた靴なんですよね。へぇー。アジア製でリバイバルされて、復刻みたいな感じなんですよ。はいはいはい。アジア製に変わってるモデルっていう認識でいいんですけど、うん、USA メイドに近しいモデルをこの金額で買える。なるほど。 いいですね。プロフェッサー T ですね。あ、そうですか。最初僕もアジアモデル、はい、まあ、801っていうスニーカーあったんですけど、はいはいはい、を除いて最初に受け取ったのは 2002R でしたね。ああ、そうなんだ。でこっから入っていった感じだったので。なるほど。僕おすすめですね。はい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 。で、これ2002R、こっちもあるけど。あ、ほんとっすね。この色渋いやん。みんな好きそう。好きそうっすね。あ、でも全サイズないっすね。何やねん。あ、こっちはあるんだ。こっちは、いい色じゃないですか。いい色、いい色。こういうのもあるということで。パッと見、これなんて UK のモデルにしか見えないですから。ああ、まあ確かに確かに。だからやっぱ見た目って言ったら全然履き心地もいいですし、うん、悪くないんじゃないですか 2002R は。この色この金額だったら、まあまあでも確かにこの色でこの金額だったらまあこぞって買うわなって思うわ。だ気しますね、うん、僕も。確かに確かに。他になんかおすすめのものは。僕一番おすすめなのはこの中で言ったらね、うんうん、32ならいいな。327、意外ですね。なんかこういうのを選ばないと思ってたけども、32なら女性にもおすすめなんですよね。バッグこんな感じになってるじゃないですか。すごいガムじゃん。すごい足長く見えるらしいです、メンズが履いても足細く見えるらしいんですけど、うん、すごいスタイルがよく見えるっぽくて、女性が違うスニーカーとこの327を比べた時に比較した画像を撮ったりとかがツイッターであったの見たんですよ、うん、やっぱ細く見えるんですよ。この A の字じゃないけど後ろから見た時に、ああ、このシュッとこう上にこう上がってる感じので見えるってことか。そうだと思います。足もろ出してる女の人。足もろ出してる女の人。わかります。いやいや、わかるけど、はい、言い方よ、はい、スカートだったりとか、スカートにもろ出し。いやいや、まあ、生足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 。デニムとかそういうパンツとかじゃなくて、肌が見えるようなボトムス履いてる人ってことやな。そうです、そうです、うん、めちゃくちゃ綺麗にまとめたわ。はい、ありがとうございます。もろ差しとか生足とか。すいません。の方がね、はいはいはい、後ろから履いた時すっごいいいらしいです。なるほどね。韓国の女性スニーカーが足細く見えるランキングみたいなのあったっぽくて、で1位これらしいです。あ、そう、そこの327、はい、327らしいです。あ、もう 22.5 からあるからね、サイズレンジめちゃくちゃ広めだったりする。いや、いいですね。僕もう本当に買おうと思ってたモデルだったんですよね。ああ、そうなん。タイミングあれば。全然イメージねえな。あ、本当ですか、うん、この色とかめっちゃいいなと思ったんですよ。ああ、イメージねえな。これもセール？あ、セールだ。セールですね。これもともとは1万5000円ぐらいするんですけど、まあ 30% ってことでね。はい、1万円ちょいで買える。いや、5000円引きぐらいなもんか。5000円いかないぐらい。そう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 。めちゃくちゃお得やんな、そこまで。お得じゃないですか、すごい。ガムもなんかすごいいいじゃないですか。いい。何個か32ならモデルあったんですけど、こういうのとかも。はい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 。こっちより、まあ。なんかこれはなんか正直、ちっちいっていうか、うん、あ、分かるよ、言いたいことは。分かります。見た目的なところで言うと、やっぱ金額もこっちの方が安いんですよ、うん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 、その定価自体が安いんで、はいはいはい、でもこの8393円で買うんだったら、うん、なるほどね。僕は1万に2000円ぐらい上乗せしてこっちの方がいいんじゃねえかっていう話、はい、これいいなと思いました、うん、確かに確かに。まあ8000円っていう金額もめちゃくちゃ魅力的だけどね、うん、そうですね、うん。まあどちらかっていうんだったら、そのソールが同色になるんじゃなくて、まあガムソールで色つけてそこでちょっと美脚効果が生まれるというかね。そう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 。そういうのも相まってこっちの方がタクヤ的にはいいんじゃないかという。いや、これいいなと思いましたね、うん、なるほど。2002あるこっちも出てきたよ。おお、あ、これ好きそう、みんな。
いや好きそうっすね。ニューバランスの色つけたらこんなんですみたいな典型的な色やな。これもなんかコラボだったりとかで、うん、付加価値つけて、うん、こういうモデルやってるブランドとかありそうっすけど、ね、ありそう。 This is never that とかな。いやごめんなさい、な偏見です、ごめんなさい。なんかそんな感じがします、ね、ありそうっすね。ありそうだよな。いやでもいいんじゃないですか、うん、これもいい色やな。いい色っすね、うん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 。これとかも1300カラーとかで。ああ、確かに確かに確かに。 UK のニューバランスのカラー。ああ、しかもなんかゴールデンサイズと言われるぐらいのサイズありますね。ありますね、これはね。12,300円なんだって考えたら UK のモデルを半額以下で買えるんですよ。ああ、いいねいいねいいね。ああ、こうなってくるとちょっと体育館履きっぽく見えるね。これも俺はこれ好きだけどね。すごいな、ニューバランスちゃんと。 いいね。あ、そして2ページ3ページ、まあ2ページ3ページぐらいはですね、ぜひね、皆様会員登録をしていただいて無料みたいですので、はい、そちらの方でチェックしていただけたらな、楽しんでいただければなと、はい、あらかじめ言っておきますけども、案件ではございません、はい、たまたまね、タクヤがもう会員でしたので、ちょっと今見れるっていうような状況だったりするんですけれども、まあこういうふうな、すごくね、1月今日11日ですか現在ではこういう風なニューバランスでかなりお得にゲットできるみたいなのでですね、ぜひチェックしていただけたらななんて思ってます。い続いて1個やっぱアディダスちょっと見たいんですけど、いいですか。もうアディダスはもう決めてきてるんで。あ、決めてきてる。リサーチ済み。もうリサーチ済み。プロフェッサー T、 これはいいですよ。じゃあそのプロフェッサー T がですね、推薦するアディダスの今ゲットすべきお得なスニーカー、はい、ちょっと紹介していただきたいなと思います。はい、はい、はい。じゃあ、アディダスのオンラインサイトの方ですね、開きますと、もう分かりやすくですね、ニューイヤーセール、まとめ買いがお得ぞ。なるほど。このデカデカとバナーが出てますけれども、はい。ご利用しです、はい。対象商品2点購入でさらに 20% オフ、3点以上購入でカートでさらに 30% オフ。マジで?1 月15日までやってますので、ね。ああ、すごいよ。15日まではね、お安く買えますよと。なるほど、なるほど。早速見ていきましょう。はい。はい、3487円。すげえな。この中で見ていくのはちょっと大変じゃないですか。大変だね。まずメンズ絞っていきます。メンズ絞ります。メンズの、まあ、だいぶ絞りましたね、はいはい、シューズだけで見ていきます、ね、今回はね、シューズだけだ。これ暇な時ぜひ皆さんいっぱい見ていただきたいですね。いろいろあると思うんで、はい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 、はい、でさらに僕は下この左の、はいはいはい、この絞り込みのとこ見ていくと、はい、ブランドあるんですね。ブランド、はいはいはい、僕はもうオリジナルスだけ、はい、でめちゃくちゃ絞られるな、はい、62足です、ね、はい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 、で見ていきます。見ていきましょう、はい。まあ、この辺は僕はね絶対履かないんでね。いやいや、素直でよろしい。はい、履かないんで、はいはい。これもいいなと思ったんですよ。ハイパーターボアドベンチャー。ああ、なんかサロモンみたいな。なんかあのショーン・ウェザースプーン、うん、はいはいはい、コラボやってたんじゃないですか。ああ、はい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 。あ、それか。全然色味変わると全然違った靴見えるな。これいいなと思ったんですけど、これじゃあね、まあ、皆さん満足できないでしょ。サイズないもん。まあね、まあまあまあ、まあ、やっぱあるものをねチョイスしなきゃいけない。俺これ好きだけどな。あー、これいいっすね。これ TRX ヴィンテージ、これ似たような配色で、うん、前回僕紹介したんですけど、ケグラスーパーって覚えてます？ラジオの企画でケグラスーパー言ってたかもしれない。なんかちょっと思い出せないけど、なんか言ってた気がする。そこの中で言ってた、そのここに3つついてるので。あー、はい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 、似てるモデルなんですよ。 LA トレーナーっていう。なるほどなるほど。のちょっと違うバージョンですね、うんうんうん、それがもともとついてないタイプ。なるほど。これ1万円なんですね、うん、意外に色はいいっすね、うん、いいよいい。ちょっとソールがね、何色にした方がいいみたいなのは今出てこないけど、なんかちょっとソールはちょっと違うなって思っちゃってるけど、うん、僕そんな中で、はい、そんな中で、はいはいはい、言いますよ、はい、ノラ、平野、違う違う、これノラって SB の、ノラ知らねえな、ウィメンズのスケーターがいるんですよね。ノラなんちゃら、そのシグネチャーモデルみたいなもん、ね、シグネチャーモデルです。すげえ。の一色なんですよね、これ、でこれ4色あったんですよ、はい、4色あって日本展開2色だけで、うん、僕が欲しいと思った2色が、うん、まさかの日本展開ないって。あ、そうなんや。でうわーって思ってたんですよ、うんうんうん、でも今この金額じゃないですか、はいはいはい、セールで、はい、まあ一回ちょっとカート入れていいですか。26、はい、残り1点。おお、まあまあまあ、ちょっととりあえず26入れますね、まあ、26、はいはい、26ね、カート入れる、はい、カート入れました。はいはい、入ってるね、はい、入ってますね、入ってますね、これね。あ、そうかそうか、まとめ買いでお得になるのか。そうなんですよ。こっからさらにお得になるのか。そうです。めちゃくちゃすげえやん。8400円、はい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 、じゃないですか。なんかもうありますよ、もう何足かぐらい。これね、実は言うとね、ほら黒もあるんすよ。
おー、いいじゃんこれ。黒もあるんですよ、はい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 、実は言うと。これ定価はもちろん8,000円の話じゃないでしょ。そうです、定価は11,000円ぐらいだと思います。そもそもでもちょっとお手頃なんだけど、さらに安くなって、さらにまとめ買いでもっと安くなる。安くなるんですよ。大丈夫ですかアディスさん。これもカードいきますよ。いやいや、ください。カード入れましたね。はい、入れた。はいはい、カート。あ、もし2点でカート見るでいったとしたら。はい、見てみましょう、見てみましょう。え6,000円で買えるの。そう、6,776円。いや、めっちゃ安いやん。めちゃくちゃ安い。めちゃくちゃ安いね。一足6,700円で買えるんですよ。やばいやばい。この2足が。これやったら買ってもいいかなって。いや、確かにね。確かに。いや、安いんですよ。はい、その8000円台でも全然安いと思うんだけど、ちょっとまだ躊躇する金額っちゃ金額が。そう。だけど6000まで下がるんだったら、ああ、これはちょっとってなっちゃうかも。そうね。一足で8,000円じゃなくて、二足で、この二足で13,552円。うん、確かに。え、ならいいんじゃない？いや、確かに。で、うん、で11,000円以上の購入で、送料無料になるんですよ。うん、おー、すごい。実質これが確定金額なんですね。なるほどね。まあ、ちょっと僕は、はい。これに、さらに攻める。まあまあ、あの、もう一足やったら 30% オフみたいな書いてたもんな。それ攻めていいですか？もちろん。これええなと思って。あー、ガゼル。ガゼル。はい。ガゼルのこの色。あー、渋い。もう一足ピンクあるんですけど、あ、これはちょっと合わせられない。ちょっときちいな、きちいな。このガゼルか、はい、このガゼルが金額一緒なんでね、8470ね、はい、うんうんうん、このガゼルかこっちのガゼルでもいいな。あー、いいね。え、この黒とかないの？ネイビーとか。これはね、金額がこっちなんです。あー、なるほどね。ネイビーやったらもう間違いなくこれ言ってましたね。いや、間違いない、かっこいいね。こういう色持ってないしなみたいな。いや、でもだったら俺的にはちょっとね、緑黒の、俺色味好きだけど、はい、この緑とこの黒はちょっとなんか違う、ちょっと違う気がするわ。だったらこの渋い茶色の方がいいんちゃう。行った方がいいっすね、うん、どちらかというと。なんならっすよ。なんならない。なんならね、うん、これ二足いく？いや、それはバカ。バカ。それはバカです。カート入れるじゃないですか。うん、もしよ、だから金額は全員一緒、一緒じゃないですか。いきますよ。8470で、さっき6776だったでしょ。はい。5929まで来るんですよ。あー、すごいね。4点買っても多分こっからは変わらないんで。うん、なるほどね。だからもしっすよ、このスニーカーをホワイト一足、ブラック二足買いました。はい。三足で17,700。あー、すごいね。それはめちゃくちゃ安いかも。安ないっすか、うん、いわゆる最近やっぱ高騰してるって言われてる1足分のスニーカーで3足買えるってことでしょ。そう、めちゃくちゃいいやん。これめっちゃいいね。めちゃくちゃいいやんそれ。いや、これは確かにね、ちょっとこの15日まででしたっけ、15日までのタイミングでぜひゲットするのはありなんじゃないかなと思って。いや、ありですね、うん、だからもう最悪僕はもうこの1足1足でもいいんじゃないかなって思ってるぐらいお得な。あ、確かに。だってその3足やったらさらにだけど、この2足買った時点でも6,000円台で買えるってそうそうないだよ今。いや、ないっす。あ、なんか無理して3足いかなくても2足でも適用されるんだったら 20% だけでも、もうこれでいいんじゃないかなと思うんですけど、ね、確かに。僕、うん、ナイキの、まあ、見せてくださいリフト、うん、もちろんいいなと思ったんですけど、うん、サイズがやっぱ26が限界じゃないですか。 それ以上の人は履けないじゃないですか、うんうん、でニューバランスも見ました、うん、まあ11,000円だったりとか、うん、アディダス一番最強説あります、ね、まあ今のこの現状そうかもしれない。そうですね、確かにこれね、意外に知らない人いたんちゃう。確かに、あ、まあナイキは見てる人たちめっちゃいるかもしれないけど、アディダスはそこまで見てない気がする、ニューバランスも含めて。僕これ何で知ったか言っていいですか、うん、伊関さんが言ってたっす。伊関さん、さすがやな、伊関さんが今アディダスセール やっててみたいな、3足まで行ったら結構こんだけ安くなるんやって、いろいろちょっと俺も試してみたとか言って、いろいろ伊関さんもカート入れて、あ、そうなんだ、その計算でか、3足だったらこのぐらいやみたいな。僕もやろうと思って。なるほどね。あ、じゃあよかった。俺がやろうとして企画にタイムリーでめちゃくちゃバチッとハマったことがあったんや。伊関さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はあ、なるほどね。これなんで、いいんじゃないですか。いいなと思いますけどね。ありがとうございます。アディダス。じゃあ、今回3つのメーカーでちょっと調べてみたんですけど、はい、番外編いいですか？欲しい靴がちょっとあってですね。リーボックのクラシックレザー。クラシックレザーもちょっと最近来てる。俺の中で。あ、そう？うん、ちょっと履きたい。クラシックレザーはマジで渋いっす。渋い？めちゃくちゃ渋い。プロフェッサー、ありがとうございます。クラシックレザーマジでいいっすね。クラシックレザーちょっとね、持っ
ときたいなっていう欲が今ありますね。それはまあ黒でもいいし白でもいいしって感じ。いやでも黒かな。クラシックレザーいいっすね。クラブシーンもいいんだよ、はい、クラブシーンもいいんだけどなんかクラシックレザーがいいみたいな。一周回ってクラシックレザーなんかそうなんかねちょっとこのボテッとした感じなんかねこれちょっといいなって思っちゃってる自分がいるというような感じですね。思ったけどなんやかんや盛り上がるんですね、はい、なんかこの間のこのホワイトボードの方でさ、はい、盛り上がることはないみたいなことは言ってたけどさ、はい、やっぱこう見るとやっぱ盛り上がるものは盛り上がるな結局これ数日前の言ったことをすぐ撤回するような感じになるかもしれないけども、ただやっぱり僕らとしてはこぞってねもう皆さん血まなこになってゲットしようとしているスニーカー自体はまあこの動画を見ても分かる通りあの全然興味ないと、まあもちろん興味ない全部が全部ないとは言わないけどやっぱりそういうもののカルチャーというかそういうスニーカーシーンももちろん尊重しますしそれがダメって言ってるわけじゃないんですけども、まあこういう風な時代にもなってきててそれこそ値段もね少しずつ上がってきてる中でやっぱりスニーカー一個一個がさ買える買えないの時代になってきてる、その金銭面の話で。だからやっぱりこうお手頃にそしてかっこいいスニーカーっていうのはあくまでも僕だったりとかタクヤの感覚ではあるんですけれども、やっぱそういったところで配信者というかねあの発信するものとして皆さんにお届けしたいなと思ってちょっと今回この動画をやってみた次第でございますっていうような感じの締めの言葉でよろしいですか。大丈夫だと思いますめちゃくちゃいい感じしまったなと、はい、そんな感じでですねスニーカーのイメージが強い YouTuber さんであったりとか発信者に関してはあのやっぱりレアなものとかは引き続き紹介していくと思うんですけど、僕らも紹介しないとは言わないんですけど、やっぱこういう風な感じでもう誰でも手に入るようなものとかで、まあ、ゲットした際はですねスタイリングとか合わせてこういう風なのがいいんじゃないですかっていうような、まあ、有益な時間になればなと思ってますし、まあ、今回ねのこれいいんじゃないあれいいんじゃないっていうので、じゃあ買わないんかいっていうようなこともあるかもしれないんですけども、まあ実際にこうちょっと僕ら自身もねあの検討して本当にこう欲しいってなった瞬間に僕もポチッとなしますんで、はい、あのその時はまた買った際はご紹介させていただけたらなと思いますので、皆さんの参考になればなと思っております。お願いします。はい、ということで今回はここまでさせていただきます。はい、おいしー。